このいちごというか、桜というか、このピンクの色合いに誘われてついお店の中に入ってしまいました。まあ、ジジイが見てもですね、まあ、優しくいい色合いだなと思います。なんとなく暖かくなりますよね。まあ、まあ、いい色合いです。気持ちが明るくなるというかね、みんなこっち見てます。で、買いたいなと思ったのが、まあ、これ、3300円、いいかなと思います。なんかキーホルダーみたいになるやつは、ちっちゃいんですけどあるんですけど、これ2200円ですよね。1100円差ならやっぱり3000、あのさっきのぬいぐるみの方がいいかなと。でこれも気になるんですよね、この表情というか動きが、動きじゃないか、まあ、これ3600円なんですよね。ここ悩みましたね。でも一番気になったのはこれなんですよね。なんかこれはディズニーの学生キャラみたいな感じなんですよね。気になりましたね。